はい。ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方、お願いいたします。内容が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。さあ、今日はちょっと練習しながら、飛距離、アップの練習をしたいと思います。皆さんの参考になればなと。ちょっときつい練習もしようと。そして、私は、これは練習、スカイトラックの練習級モードっていうものに設定されています。 ちょっと、あの、もちろんトラックマンとかに比べたら練習級モードにしちゃうとちょっと甘いよねって言われるんですが、それでも僕はこれは思いっきり振れば300超えるんですと公言しておりますが、実はそれを YouTube で見せたことはないんですよねと。ということで、ちょっと打ちながら、まあ、300目指して練習していきたいと思います。さあ、まずはま、ちょっと思いっきりは振れないですが、 そこそこ、立感入れて振りたいと思います。いつもはまあ、コースでそんなに思いっきり振るわけじゃないですから、キャリーでと250ヤードぐらいですね。あ、そうですね。258ヤードキャリーってここで出てます。コースでもまあたい250ヤードキャリーぐらいが、ラウンド中だと一番多いかなと思います。それで一応、ランが一応計算上出て、 えー、278ヤード。ちょっと見にくいかもしれないです。ごめんなさいね。さあ、ちょっとずつギアを上げていくんですが。さあ、300飛ばすためにちょっとね、体をこう、温めていきたいと思います。うん、そうですね。まあ、このぐらいかなと。 ちょっと右にふけてますが、254ヤードキャリー、上だとまあ270はデータ上出てないかなというかですね、さっきよりちょっと当たりも悪かったかなと。さあ、後でちょっとお見せしますが、結局、飛ばしに一つ大事なのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、ヘッドスピード早いことですよね。そこをちょっとつあげていきたいと思います。<noise> あ結構振ってるんですけど、ちょっと下っつらでしたね、打点が。うん、そうですね。ちょっとふけ玉なんで、ちょっと記録的には望めないかなと。あ、それでも260。うん。キャリー超えてきましたね。276上の数字だと。さあ、ヘッドスピードをどんどん上げていこうっていうことですね。もちろん、一つ方法としては、ちょっとレッスンっぽいこと喋っていくと、テンポアップ大事ですよね。<noise> ああ。天ぷらしましたね。天ぷらマークがついてなくてよかったです。まあ、振るとね、ちょっと打点がずれたりもするのはまあ、しょうがないんですけど、っとスピードを上げていく。それに、今もちょっと挑戦しましたけど、テンポを上げていく。例えば、ドラゴン選手で、 ゆっくり振ってあげ、ゆっくり振り上げて打つ人ってさすがにあんま見たことないですよね。皆さんかなり強く振り上げて反動を使って下ろすっていうのはやってきますよね。なので、まあ比較的無茶振りに近くなってくるとですが、あんまりゆっくりというよりは、その予備動作ではあるんですけどね、切り返しの反動を作っていく。それなりのスピードでバックスイングを上げるっていうのも一つ。 飛距離を伸ばしていくっていうコツのコツになります。さあ。全然こっから伸びないですね。<laughs> 258回キャリー。最初のやつとほとんど変わんないですね。いや結構振ってるんですけどね。さあ。 ああ、当たった場所は良かったけどどうだろう。ああ、悪くない290いきました。当たった場所は良かったんですけどね、ちょっとそうですね、低い球になっちゃったので、伸びきらないかなと。さあ、このあたりで秘密兵器出したいと思います。さあ、皆さん、軽いものを振,振りましょうって飛ばしで言われることあるんですよね。 まあこれの場合はこうしなるやつですね。こういうやつ。まあ軽くて硬いものを振るの方がいい振るっていう場合もありますけど、まあ今日はとりあえずこれ。しなるやつでやってきた、やってみたいと思います。これね、ユピテルとかで測ると70ヘッドスピードを超えたりします。で、今のスピード感で、まあ全く同じスピードでもし、まあヘッドスピード70近くで振れたとしたら、どうでしょうか皆さん。 そら300なんで余裕でいくと思いませんか <laughs> まあでも、そこのイメージを持つのは結構大事かなと。今のリズム感振るあの感じですね、さっき振った。そのまんまいきます、イメージは。いやあ <laughs> どうだああ、捕まりきってないのか。打点は良かったんですけどね。そうですね、今の捕まってほしかったな。 さあ、もう一回振りましょう。さあ。まあ今日お話でするのが、まあテンポアップっていいよねっていうところと、で、こういう軽いものを振っていく。で、速度のあ、速度アップのトレーニングをする。あ、ちょっと反応しちゃった。少々お待ちを。あの、ボールがね、先白いのでスカイトラックが反応して出ましたけど、297って出ましたね。さあ、行きましょうか。 あのイメージ、あのイメージ。あれと同じ速度で振り抜けばいいわけですね。回ます。えー、ああ、捕まりきってないのか。そうか。悪くはないんですけどね。だってもうまずまずなんですけど。さあ、ちょっとだんだんドラコン仕様になってきますが、このヘッドスピードぐらいの感じで捕まえきれれば、 ちょっと捕まえる塩を入れました。行きましょう。うん、あ <laughs> あまだちょっと吹けてるな。ああう二百 293! まずまずではあるんですが、もう一つ。さあ、もう一回素振りしておきましょう。 さあ、そろそろ時間的にも決着つけたいと思います。そう、このスピード感。あのスピード感を、ちょっと捕まえ系のバランス入れといて。だってもう悪いですね。今ヒールヒットしましたね。 でも最近はちょっと実はこんな感じなんです。軽々と行くというよりかは、本当すべてが、あ、でも初速が初めて練習級なんですけどね。使ってるボールが。70乗りましたね。さあ。さあ、行きましょう。うん どうかなあこれじゃいかないですねさあスピードスピードスピード ああさあ今日は粘りますよさあ どうだ捕まえたぞ。ああ。<laughs> さあ、頑張ろう。はい。ということで <laughs>、結局300出せませんでした。練習して、練習級モードトラック、スカイトラックですね。スカイトラックで。 300余裕なんだよねっていう動画で出せるように日々努力していきたいと思います。ということで今日の内容は以上です。まあとりあえず、思いっきり振るっていうのはすごくトレーニングにいいし、速いものを振る、テンポアップをするっていうのはチャレンジするにはいいものなので、ぜひ皆さんも飛ばし、どっかで頑張って練習しようっていう時間の時は、これぐらい思いっきり振りながら体鍛えましょう。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。 内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。悔しいなぁ。